国会では今日から衆議院予算委員会で来年度予算案の実質的な審議が始まりました。野党は新型コロナウイルスに対する政府の対応などについて追及しています。国会記者会館から中継です。坂井田さん。はい、新型肺炎の感染拡大による東京オリンピック・パラリンピックへの影響について安倍総理大臣は WHO 世界保健機関などと緊密に連携して適切に対応すると強調しました。感染対策、こういうものに対しても本当に徹底してやってるんだということがちゃんとWHO なり IOC なり伝わらないとですね、オリンピックの開会自体が本当に大丈夫なのかという話になってくる。 WHO などですね、関係機関と緊密な連携を図りながら東京オリンピック・パラリンピック大会への影響が及ぶことなく開催準備が着実に進むようにですね、適切に対応してまいります。また今日の委員会質疑では新型コロナウイルスによる肺炎への対応にあたる加藤厚生労働大臣に代わり橋本岳厚労副大臣が答弁する異例の場面も見られました。その橋本副大臣は家庭用マスクの品切れの緩和に向けた対策を講じると強調しました。今国内でのメーカーについてその増産要請を先月28日厚生労働省及び経済産業省から業界団体に行ったところでございます。できるだけ早く品切れが緩和されるように関係団体に働きかけてまいりたい。野党側は審議中に加藤大臣の離席を認めるなど新型肺炎については政府に協力する姿勢を見せる一方でIR、カジノを含む統合型リゾートをめぐる疑惑や桜を見る会をめぐる問題については引き続き追及を続ける方針です。以上、中継でした。